皆さんこんにちは。近所のスーパーで注文していたものを受け取ってきました。さて何が入っているでしょうか。毎年春から夏にかけて野菜や山菜のジャンアッチをつけています。この時期につけて来年の春まで楽しめる保存食になります。以前の動画で玉ねぎやニンニク、青唐辛子、エゴマの葉やニンニクの芽などのジャンアッチをご紹介しました。今日ご紹介するジャンアッチはゴムチ、日本語ではお宝香という山野草です。日本ではあまり知られていないのかなと思いますが、韓国ではお肉を巻いて食べたりジャンアチにしたりと広く親しまれています。独特の香りと味が癖になるお宝香のジャンアチ、なんて表現したらいいかな、とにかく馴染みのない香りと味なんです。韓国のマートやスーパーで売っているので、機会があればぜひ一度召し上がってみてもらいたいです。ではお宝香のジャンアチ醤油漬けをご紹介します。まず色が変わっていたり土がついている茎の先を切り落とします。茎は 3,4 センチほど残しています。水洗いします。結構裏側に細かい汚れやほこりがついていたりします。一枚一枚丁寧に裏表をきれいに洗います。次に湯がきます。沸騰したお湯に塩、お宝香を加えて30秒ほど湯がきます。適度な食感と香りを残すためにさっとお湯に入れて火を通します。30秒湯がいたらザルにあげ水切りします。足りない分は余熱で火を通すので水には通さずそのままザルにあげます。10分ほど水切りしたら容器に移します。漬け汁を作ります。鍋に水、醤油、砂糖、火にかけます。よく混ぜます。ちなみに水対醤油対砂糖対お酢の比率は2対1対1対1です。ジャンアチを作る際の基本の比率になります。この比率で大体のジャンアチは美味しく漬けられます。甘さ控えめに仕上げたい場合は砂糖の量を調整してみてください。沸騰し始めたら火を消します。ここにお酢、防腐剤の役割をする韓国焼酎ソジュを加えます。漬け汁が熱いうちに保存容器に注ぎ入れます。味が均等に浸かるようにお皿を乗せ蓋をします。漬け汁が冷めたら冷蔵庫に移し、1週間ほど経ったら食べ頃です。先日お宝香のジャンアチを持ってバーベキューに行ってきました。まずはえのきのホイル焼きを食べてメインのお肉を焼きます。お肉を焼くのは夫に任せ、私は食卓の準備をします。今回持参したのはジャンアチ2種類、パジョリ、コンナムル、サンジャン、青唐辛子、サンチュなどの巻く野菜です。キムチ類は締めのラーメンを食べる際に登場しましたよ。こちらがお宝香のジャンアチ、しっかり使って美味しく仕上がっています。温かいご飯にのせて食べても美味しいのですが、今回は手近ルビを巻いていただきます。他の具材はのせずともこれだけで十分に美味しい香り高いお宝香の味わいが口の中いっぱいに広がります。もう一種類はミョンイナムル、行者ニンニクのジャンアチです。去年5月末に漬けたものなのですが、今でも美味しく食べています。味のアクセントにもなるし、焼肉の美味しさも引き立ててくれます。手近ルビにパジョリ、焼きニンニク、青唐辛子、サンジャンをたっぷりのせます。締めの辛ラーメン、お決まりの卵をパカッと、海鮮や野菜も加えてかなりの食べ応えです。お腹も心も満たされてごちそうさまでした。